モードック戦争戦争 A ラバベッズ王は1872年から1873年にかけてオレゴン州南部とカリフォルニア州北部におけるモードック族インディアンの小規模なバンドとアメリカ陸軍の間の領土と生活権をめぐった武装闘争である。戦争と名はついているが実情は合衆国の民族浄化に反抗して 溶岩地帯に立てこもったインディアンの抵抗戦である。この戦争はカリフォルニア州あるいはオレゴン州で起こったインディアン戦争としては最後のものになり白人の将軍が戦死した最初で最後のインディアン戦争となった。エドワード・マイブリッジがこの戦争の初期を写真に収めている。インディアン戦争と呼ばれるヨーロッパ白人入植者と 先住民族インディアンの紛争すべては、異民族間文化の衝突と、白人による同化政策によって、インディアンたちの土地や生活様式が奪われたことが根本の原因だった。具体的な動きは1852年に遡り、モードック族インディアンが、ブラッディポイントで、滅ばバゃ隊の白人開拓者65人を殺害したことがきっかけだった。その報復として、 和平交渉に来ていた、モードック族インディアン51人が、ジャンプオフ城が指揮するカリフォルニア民兵隊に殺された。敵対関係は1864年まで続き、この時アメリカ合衆国と、クラマス族、モードック族、及びスネーク族が、クラマス掘り打を確立する条約に調印した。この条約の条件に従い、ションチンロー州長らモードック族インディアンは、 ロスト川、トゥール湖及びローアークラマスコ地域の土地を諦め、アッパークラマス渓谷にある、保留地に移動した。この移住は、モードック族のラギのキエントプース、オレゴン州のインディアン問題監督官アルフレッド B、ミーチャム、保留地管理人 OC クナップ、ヤイナックスの管理人保、アイバン、D アップルゲート、及び WC マッケイの間の協議会に続いて、調印された。 この会合の場に、米軍兵士たちが突然現れた時、猛毒族の戦士たちは、部族内の女性や子供を置いて逃げ出した。ミーチャムは、女性や子供を馬車に乗せて、保留地に向けて出発した。キャプテンジャックの姉妹である、クイーン・メアリーはキャプテンジャックに保留地に移住する、よう説得するのを許された。メアリーは、説得に成功した。 キャプテンジャックとその仲間は一旦保留地に入ってから、モードックポイントに永住のための家を建てる準備を始めた。しかし、モードック族がその家を建て始めてから間もなく、宿敵部族のクラマス族が、モードック族に嫌がらせを始めた。キャプテンジャックの仲間は、保留地の別の場所に移動しなければならなかった。適当な場所探しは、手間がかかった。クラマス族は、 キャプテンジャックとその仲間が最終的に1870年に保留地を離れ、ロストリバーに戻るまで嫌がらせを続けた。キャプテンジャックが保留地にいた数ヶ月の間、多くの白人開拓者たちがロストガー地域の土地に勝手に入り込み、これを占領していった。キエントプースの仲間とクラマス族の間にある悪感情を考慮したアルフレッド・ B ・ミーチャムは、 ワシントン DC のインディアン問題理事に対して、キエンとプースのモーック族に別の保留地を与えるよう進言した。ミーチャムは、この進言に対する行動がまだ決まっていない間、キャプテンジャックたちにはクリア湖畔に止まるよう指示した。しかし、キャプテンジャックとその仲間たちは、田園部をうろついて、白人入植者たちに嫌がられたので、 白人入植者たちは、ードック族を、クラマス保留地に追い返すようミーチャムに誓願した。白人のならず者、ジャンプオフ城もまたこの地域に戻り、入植者たちに、暴力行為を行うようになった。エドワード・キャンビー少将。インディアン戦争で殺された最初で最後の米軍の将軍となった。ミーチャムは、誓願を受け取った時に、コロンビア方面軍指揮官である。 エドワード・キャンビー将軍に、キャプテン・ジャックと、そのモードック族を、クラマス保留地のヤイナックスに移すよう要請した。キャンビーは、ミーチャムーの要請を、太平洋岸司令官のスコフィールド将軍に流し、キャプテン・ジャックを、保留地に移動させる前に、和平調停の試みを行うべきだと促した。1872年4月3日、エルマー・オーティス少佐が、 現在のオレゴン州オーリーンに近いロスト川峡谷でキャプテンジャックと競技の場を持った。キャプテンジャックとその仲間は疑いようもなく敵対的だった。彼らはジャンプオフ場の率いる入植者たちに攻撃されメンバーの一人が殺されて頭皮を剥がれたと苦情を言った。しかし彼らが保留地に戻るためには何もなされなかった。 4月12日、ワシントンのインディアンガ問題委員会が、ワシントン州のためのインディアン問題監督官、T.B. オーデニールに、可能ならば、キャプテンジャックとモードック族を、保留地に移し、彼らが、クラマス族に虐待されないよう見張ることを要請した。5月14日、オーデニールはその受けた指示を実行し、アイバン、ティーアップルゲートと l s ダイアンを、 キャプテンジャックとの協議を手配するよう派遣したが、キャプテンジャックはこれを拒んだ。7月6日、ワシントンのインディアンガ問題理事が、オーデニール監督官に、可能ならば平和的に、必要ならば、強制的に、キャプテンジャックとその仲間を、クラマス堀内に移すよう指示した。11月27日、オーデニール監督官は平和的な解決には悲観して、クラマス砦の指揮官、 ジョン・グリーン少佐に十分な部隊を連れてきて、できることなら、穏便に、無理なら力づくで、キャプテン・ジャックたちを保留地に強制移住させることを要請した。11月28日、ジェームズ・ジャクソン大尉が40名の部隊を指揮して、クラマス・トリデを出発し、ロスト川沿い、キャプテン・ジャックたちの宿営地に向かった。この部隊は、リンクビルの市民とジャンプオフ場が指揮する。 民兵隊で補強され、11月29日に、エミグラントクロッシングより約1マイル上流、ロスト川のモードック族の宿営地に到着した。キャプテンジャック州長は、紛争を避けることを願い、保留地に入ることに合意したが、ジャクソン隊員が武装解除を要求した時に、事態は緊張した。キャプテンジャックは、最終的に武装解除に同意した。 モードック族の残りもキャプテンジャックと行動を共にする。中で、モードック族戦士スカーフェイスチャーリーと、第一期兵隊 B 中隊のフレーザー A ブーテル、注意が口喧嘩となり、互いの拳銃を抜いて撃ち合ったが、どちらも当たらなかった。モードック族はすぐ前に投げ捨てたばかりの武器を争って、取り戻し、短時間撃ち合いになった後、カリフォルニア宗教に向かって逃げ出した。 ジャクソン大尉は、ードック族を、宿営地から追い出した後で、部隊には交代して、援軍を待つように命じた。しかし、ジャンプを浮上とその部隊は、ードック族に対する攻撃を続行することに決めた。この短い戦闘における損失としては、米軍兵士1人が戦死し、7人が負傷、モードック族は2人が戦死3人が負傷した。 ロスト側の戦場から、トゥールコ南のラバベッズに撤退しながら、フッカージムが指揮する、モードック族の一団は11月29日午後と30日朝に18人の白人入植者を殺した。ジャンプオフ場とその民兵隊は、この攻撃の痕跡を見出した時に、モードック族本体をラバベッズ方向に追撃することに決めた。 この最初の衝突に関する証言は様々である。ある証言では、米軍兵士や民兵は、クラマスフォールズで酒を飲んできており、ロスト側の宿営地に着いた時は、高戦的な精神状態となって、隊列も乱れ、戦いに入ったという。最後に到着して、最初に撤退した民兵隊は、損失が一人だけだった。米軍は、 猛毒族を追い出したのではなく、選手たち数人がその陣地を確保している間に、女性と子供がその船を出して、南に漕ぎ出した。スカーフェイス・チャーリーは、英語が堪能であり、夜通しかけごとをしていたために睡眠不足で気が立っており、おそらく彼自身も酔っていた。偽りの殺人容疑で、逮捕令状があったので、そんなに穏やかに行ける状態ではなかった。 この時の公式記録は、ジャクソン大尉が後に認めたように、米軍側の不手際を取り繕ったものだった。ロスト側の戦いから数ヶ月前、キャプテンジャック州長は、戦争が起こった場合には、彼とその仲間は、チュールコナンガンにある、溶岩層のある地域でうまく自分たちを守ることが、できるだろうと見ていた。 ロスト川の戦いの後にモードック族が撤退したのが、その長さ 19km、馬場 16km ほどの1500年の歴史のある溶岩地帯だった。女、子供合わせた165人のモードック族のバンドが、ここに立てこもり、抵抗戦を始めたのである。この地域は、間もなく有名になり、今日では、キャプテンジャックの砦と呼ばれている。 モードック族は自分たちを守るための場所を選ぶときに、溶岩の尾根、割れ目、くぼみ、ホラー穴など、防衛の観点から理想的な、この自然の地形を利用した。モードック族がこの鳥に入った当時、チュール湖が鳥の北にあって、飲料水の水源として機能していた。12月3日、ジャンプオフ場とその民兵隊が鳥の終焉部に到着し、 乾いた、クリークの川床あたりを偵察している時に待ち伏せに、あった。彼らは川床を遠平物にしようとしたが、すぐに圧倒され、23名全員が戦死した。12月21日、砦から偵察に出た、猛毒族の一体が、ランド牧場で、弾薬師長隊を攻撃した。1873年1月15日までに、米軍は、 ラバベッズ近くの戦場に400名の部隊を揃えた。最も多く、部隊を集結させたのは、砦の西12マイルのバンブローマー農場だった。他にも砦の東10マイルのラニ牧場に部隊を置いた。フランク・ホイートン大佐が、正規軍とカリフォルニア州とオレゴン州からの志願兵を合わせ、全部隊を指揮した。 1>, 1月16日、RF バーナード大佐の指揮するランド牧場を出た部隊が、ホスピタルロック近くで、モードック族と小競り合いを演じた。1月17日朝、米軍が砦に向けて前進した。霧がかかっており、兵士たちは一人のモードック族も見つけられなかった。モードック族の呪い師、カーリー・ヘッデッド・ドクターは霧を出すための儀式を行っていた。 有利な場所を占めていた、モードック族は、西と東から進行してきた米軍を撃退した。この日の攻防で、米軍は35名が戦死し、士官5名と兵士20名が負傷した。米軍は大敗北したが、これは兵士の大半が新兵だったため、モードック族の撃った弾丸に驚いて、チリジリに逃げ出したためだった。 キャプテンジャックたちモードック族には、女子供を含め全部で、約165名だった。その中で、戦士は53名に過ぎなかった。この日、モードック族に損失はなかった。この敗北に当惑した、キャンビー将軍は、自ら陣頭に立ち、軍勢を約700人に増強した。これと、並行して、1月25日。 アメリカ合衆国内務長官コロンバス・デラノが、猛ク族との問題に対処する和平委員会を召集した。この委員会は、アルフレッド・ B ・ミーチャム委員長と、ジェシー・アップルゲートとサミュエル・ケースが委員になり、キャンビー将軍も助言者に指名された。2月19日、和平委員会は、ラバベッズの日誌、フェアチャイルド牧場で、最初の会合を開いた。 キャプテンジャックとの会見を手配するための死者が派遣された。ジャックは委員会が二人の開拓者、ジョン・フェアチャイルドとボブ・ホイットルをラバベッズの園に派遣するならば、彼らと話をすることに同意した。フェアチャイルドとホイットルがラバベッズに行くと、キャプテンジャックは、もし委員会が言い入れかのイライザ・スティール・ハンジを、堂々して、ラバベッズに来るならば、委員会と話をすると告げた。 スティールはキャプテンジャックと友好的な間柄だった。スティールは取り出に行った。取り出での一夜の後にフェアチャイルド牧場に戻り、モードック族は策略を考えており、委員会のすべての努力は意味のないものになると和平委員会に伝えた。ミーチャムは内務長官に電報を打って、スティール判事の意見を知らせた。内務長官はそれに対する返事で、ミーチャムに 急戦のための交渉を継続するよう指示した。エイムローズバラ判事が委員に追加された。ジェシー・アップルゲートとサミュエル・ケースは委員を辞任し、エリエザー、トーマス・牧師とエルエス・ダイヤーが公認になった。白人は、キエント・プース州長を、この反乱の指導者とみなし、彼と和平を結びたがった。しかし、インディアンの社会は合議制民主主義が基本であり、 州長は本来、朝廷者であって、指導者でもなければ、部族長でもない。キエントプースは、話のわかる白人の州長として、イライジャスティールとの合議折衝を求めているのである。しかし白人はあくまで、キエントプースを、軍事的指導者と誤解しているから、彼との和平調印が、すべての解決策だと勘違いしているのである。州長であるキエントプースに、 部族員全員を従わせるような権限はない。和平交渉は、両陣営の中間の無人地帯で開かれ、何の進展もないままだらだらと数ヶ月続いた。モードック族は、生まれ故郷のそばに、小さな保留地を設置するよう要求して譲らなかった。インディアンの小規模なバンドが、アメリカ政府の要求を公然と拒否する光景は、全米に報じられ。 アメリカ白人の同情と称賛を呼んだ。4月、砦から西2.5マイルのラバベッズの縁にジレムキャンプが設営された。アルバンシー・ジレム大佐が EC メイソン大佐の指揮するホスピタルロックの部隊を含め全部隊を指揮することになった。4月2日、委員会とキャプテンジャックはラバベッズの砦とジレムキャンプとの中間地点で会合した。この会合で キャプテンジャックは、モードック族全員を一切訴追しない、モードック族の土地からの米軍の撤退モードック族自身の保留地を選択する権利の3点を要求した。これに対し白人の和平委員会は、キエントプースとモードック族は、知事が選定する保留地に移動永住すること、白人入植者の殺害という罪を犯した、モードック族員を殺人罪で裁判にかけるため、 米軍に引き渡すことの2点を提案した。長い検討が行われた後で何も決まらずにこの会合は流れた。キエントプースはあくまで州長であるから部族員にこれらの要求を検討するよう提案はできるが部族員を引き渡すなどといった権限はキエントプースをはじめ部族の誰も持っていない。白人は兵委員会の要求は 州長を主張と誤解したことから来るものであり、危険とブースからすれば無理難題だった。インディアンの社会のルールで言えば、白人を殺した部族員がいれば、白人はその個人と直接交渉するべきなのである。部族では会議が開かれたが、平和的な解決を望んだキャプテンジャックに反対意見が相次いだ。ジョンションチンとフッカージムの仲間たちは、 米軍の指導者を殺せば、米軍を退かせることになると考え、ジャックに和平委員会のメンバーを殺すべきだと提案した。彼らは競技の場で、女の衣服を着て、交渉を続けるジャックを恥じた。呪い師のカーリー・ヘッデッド・ドクターは、彼の呪術によって、猛毒族に死人は出ない、と保証した。結局、 キャプテンジャックは調停者としての州庁の立場から進展が見られない場合に委員会を攻撃するという議会の多数決に従った。インディアンはすべての決め事を合議で行うからである。4月5日、キャプテンジャックはアルフレッド・ B ・ミーチャムとの会見を要請した。ミーチャムはジョン・フェア・チャイルドとローズバラ・ハンジ。 通訳を務めるフランク・リドルとトビー・リドルを同行し、ジレム・キャンプの東約1マイルの平らな場所に建てられた、急戦のテントで、キャプテン・ジャックと会見した。キャプテン・ジャックはそのラバベッズを、保留地として与えられるよう要求した。この会見も合意なくして終わった。ミーチャムがキャンプに戻った後で、4月8日に、急戦のテントで再度アヘイ委員会と会見することを、 求める伝言が、キャプテンジャックに送られた。モードック族の女性で、白人開拓者、フランク・リドルの妻、トビー・リドルは、この伝言を持って行った時に、モードック族が、和平委員会のメンバーを殺そうと計画していることを、知った。4月8日、和平委員会が急戦のテントに向かって出発する。その時に、ジレムキャンプの上にある崖上の信号塔から伝言が、届いた。 その伝言には、党から見たところで、5人のモードック族が急戦のテントにおり、約20名の武装したモードック族が近くの岩陰に隠れていると言っていた。委員会はモードック族が攻撃を計画していることを認識した。委員会メンバーは、キャンプに泊まることで意見が一致した。トーマス牧師はモードック族による攻撃計画について警告を与える代わりに、 キャプテンジャックと会見する別の機会を設定するよう主張した。4月10日、キャプテンジャックに翌朝休戦のテントで和平委員会と会見することを求める伝言が送られた。ボストン・チャーリー、1873年4月11日、朝、和平委員会メンバーのキャンビー将軍、アルフレッド・ B ・ミーチャム、トーマス・ボクシー及び、エルエス・ダイアーが、 フランクとトビーのリドル夫妻を通訳として、ボストン・チャーリー、ボーガス、チャーリー、キャプテン・ジャック、ジョン・ション・チン、ブラック・ジム及びフッカー・ジムと会見した。いくらか話が進んだ後に、モードック族が武装していることが明らかになり、キャンビー将軍は、ワシントンから命令が来るまで委員会は、キャプテン・ジャックの条件を飲めないとジャックに伝えた。ジョン・ション・チンは、怒りのムードの中で、 保留地候補地として、ホットクリークを要求した。キャプテンジャックが立ち上がって、数歩遠ざかった。ブランコとスロラックスという二人の猛毒族が、ライフル銃で武装し、岩の間に隠れていたところから走り出た。キャプテンジャックが振り返って発砲せよという合図を、送った。キャプテンジャックは、隠し持っていた拳銃を一発発射して、丸腰のキャンビー将軍を打ち倒し、 ナイフでとどめを刺した。トーマス牧師は致命傷を負った。ミーチャムは重傷だった。ダイヤーとリドルは走って逃げ出した。トビー・リドルが兵士たちが来ている。と叫ばなかったら、ミーチャムは間違いなく殺されていただろう。モードック族の委員殺害によって和平のためのあらゆる努力が水砲に返した。白人アメリカ人はこれに起こり、ウィリアム・シャーマン将軍は キャンビーの公認者にモードック族の撃滅を命じた。シャーマンは公命令に付け加えている。4月15日、米軍は1000人の陸軍風評部隊に加え、砲兵隊とインディアン石膏75人からなる一大軍団を組織した。モードック族に対する3日間にわたる総攻撃が、 開始され、西のジレムのキャンプと北東のホスピタルロックにあった、メイソンのキャンプから部隊が前進した。戦闘は1日中続き、夜の間も部隊はその陣地に止まった。4月16日、両部隊の前進は、モードック族からの激しい銃撃にさらされた。その夜、米軍は、チュール湖岸にあった、モードック族の水源を遮断することに成功した。 4月17日朝までに砦に対する最終、攻撃の準備がすべて整った。前進命令が発せられた時、部隊は砦に突撃した。4月16日の午後と夜の中ガ岸での戦闘の後、砦を守るモードック族は、小岸を占領した米軍によって水源が立たれたことを知った。4月17日、米軍が砦への突撃命令を受ける前に、 モードック族は、米軍が陣地を移動する感激をついて、岩の割れ目を抜けて逃亡した。4月15日から17日にかけての取り出に対する攻撃で、米軍は入り組んだ地形に阻まれて、威力を発揮できず、結局一人の士官と一人の兵士が戦死し、13名の兵士が負傷した。モードック族の損失は二人の少年だけであり、 直接殺せたのは一人だけで、あとの一人は、斧で突破口を開こうとしている時に砲丸が爆発して戦死したと記録されている。モードック族の女性数人は病気で死んだと報告された。4月26日、エヴァン・トーマス・隊が5名の士官、66名の兵士、及び14名のウォームスプリング族インディアンの石膏を指揮して、ジレムキャンプから出発し、 モードック族の所在を突き止めるためにラバベッズを偵察した。尾根に取り囲まれた平たい場所であるサンドビュートの基地で昼食をとっている時にトーマス・隊とその部隊はスカーフェイス・チャーリーが指揮する22名のモードック族に攻撃された。部隊のある者たちはんを乱して逃げ出した。止まって戦った者たちは戦死するか負傷した。損失の中には 4名の士官が戦死して、他の2名が負傷し、そのうち1人は数日後に死んだ。兵士は13名が戦死し、16名が負傷した。この虐殺の後、ジレム大佐の解任を要求する声が高まり、5月2日、コロンビア方面軍の新しい指揮官である、ジェファーソン・シー・デイビス名誉事務所がジレムを指揮官から解任し、自ら野戦指揮官に就いた。 5月10日の夜明け、モードック族はドライコの米軍宿営地を攻撃した。米軍が突撃し、モードック族を改装させた。米軍の損失としては5名が戦死、そのうち2名はウォームスプリング族インディアンの石膏であり、12名が負傷した。モードック族は5名の戦死が殺されたと記録された。 この5名の中にモードック族の中でも著名な戦士、エレンズマンがいた。モードック族にとって、初めての敗北だった。エレンズマンの死によって、モードック族の中に不和が生じ、分裂を始めた。フッカージ村のモードック族の一団が、米軍に投降し、キャプテンジャックの捕獲への協力に同意し、その見返りに、チュール湖畔での白人入植者の殺害とキャンビー。 将軍ら委員に対する殺害の件を不問とする条件を米軍に飲ませた。1873年6月1日、キャプテンジャックことキエントプース州長は、ランゲル渓谷で米軍に降伏、投降した。彼は、キャンビー将軍から剥がした軍服を身につけていた。キャプテンジャックこと、キエントプースが捕まったことで、デイビス将軍は、キャプテンジャックの 部族指導者たちを処刑する準備を行った。その処刑は陸軍省の命令で妨げられた。その命令はインディアンたちを裁判に付するということだった。7月4日、キャプテンジャックとその仲間はクラマス取り出に戦争捕虜として到着した。キャプテンジャック、ジョン・ション・チン、ブラック・ジム、ボストン・チャーリー、ブランコとスロラックスは即座に、 和平委員会メンバー殺害の角で裁判にかけられた。6人の猛毒族は有罪とされ、7月8日に死刑を宣告された。9月10日、ユリシーズ・グラント大統領は、キャプテン・ジャック、ジョン・ション・チン、ブラック・ジム及びボストン・チャーリーに対する死刑宣告を承認し、ブランコとスロラックはアルカトラズ島での終身禁錮に処された。グラント大統領は、 キャプテン・ジャックの仲間の残りを戦争捕虜として交流すべきであると命令した。10月3日、キャプテン・ジャック、ジョン・ション・チン、ブラック・ジム及びボストン・チャーリーは、クラマス・トリデで、公主刑に処された。モードック族インディアンの残りは39名の男性と69名の女性及び60名の子供だったが、 戦争捕虜として、インディアンジミ州のクワポーインディアン問題担当局に送られた。1909年、オクラホマのモードック族は、望むならば、クラマス保留地に戻ることを許され、29名が移動した。公主刑にされたキエントプースの遺体は、散々に療辱された。故郷への埋葬を願う遺族の引き取り請願は無視され、彼の遺体は、 防腐処置を施されて東部に送られ、見せ物小屋の出し物にされたのである。木戸銭は10セントだった。白人たちは最後まで、キエントプース州長を合衆国に対する反逆者、この戦争の司令官とみなした。しかし、本来インディアンの社会には、司令官も指導者もいない。すべての取り決めは合議に則っ,って行われるのであり、 キエントプースが、この戦争を率いていたわけではない。盲ドック族は終始一貫して、自分たちの村を捨てて合衆国が指定する保留地に移住せよという白人の理不尽な要求に対して、彼らの村の近くに保留地を要求していたのである。インディアンの州長は指導者、司令官であると思い込んだ白人は、キエントプースらを戦争犯罪人として断罪し、死後も、 なおこれを恥ずかしめたのである。1873年1月17日の砦での最初の戦いで戦場には約400名の米軍兵士がいた。この部隊には不評隊、騎兵隊及び榴弾砲部隊が含まれていた。オレゴン州とカリフォルニア州の志願兵中隊とクラマス族インディアンの石膏数人もいた。 フランク・ホイートン大佐が全軍の指揮を取った。4月17日の砦での2回目の戦いでは約530名の部隊が参戦した。これには米軍風評隊、騎兵隊及び砲兵隊とウォームスプリング族インディアンの石膏がいた。志願兵中隊は戦場から撤退した。市民少数が物資輸送車として使われた。 アルビン・シー・ジレム大佐が全軍を指揮した。モードック戦争のいかなる時にも戦闘に加わった、モードック族戦士は53名以上ではなかった。モードック戦争の損失は、過評の通りである。クラマス・トリデで、公主刑となった、インディアン4名を含み、キャプテン・ジャックのバンドでは17名の戦士が殺された。モードック戦争で、アメリカ合衆国には400万ドル以上の費用が、 かかったと見積もられた。関わった戦力が小さかったにもかかわらず、人命と費用の損失は大きかった。これとは、対照的に別の保留地として、モードック族に要請された土地の購入費用は2万ドルと見積もられた。モードック戦争の戦場跡は、ラバベッズ国立記念公園の中でも人目につく様相である。これには、 キャプテンジャックの鳥が含まれ、その近くに猛毒族がその陣地の防御に使った、多くの亀裂、尾根、よびコブ、さらに多くの前哨基地、戦争があった、数ヶ月間に猛毒族が住んだすすあの残る、ホラーな、猛毒族が、牛や馬を飼った囲い、および戦勝祈願の踊りの場や、競技の場を見ることができる。鳥の周りには、 砦に向かって前進する米軍が作った多くの低い石の遮蔽物やモードック族が脱出した後に作られた数多い遮蔽物、モードック族が元の強固な陣地に戻ってくるような事態に備えて砦を守るために作られた遮蔽物も見ることができる。ハーディンビュートに近いトーマスライト戦場跡はこの記念公園の中でも興味ある場所である。またジルマーキャンプのあった場所。 元軍人墓地、ホスピタルロック及び、キャンビーの十字架も興味ある場所である。アメリカ合衆国国立公園局は戦場を回る二つのコースについてガイドなしの散策地図を用意している。ジャンプオフ場とその部隊が殺された場所のクリークは彼の栄誉を称えて、ジョーの名前を付けられた。その滅多切りにされた遺体が見つかった場所には小さな記念名板が置かれていた。 この名盤は1924年8月7日に、盗まれ、再度置かれることはなかった。ベック、ウォーレン、A& イネズ、ディ・ハッセ、ザ・モードック・ウォー、1872から1873、カリフォルニア・ステート・ミリタリー・ミュージアム、モードック・ミリタリー・ミュージアム、ハット・デビット。エリック、キャプテン・ジャックス・ストロング・ホールド、ゴースト・ダンシング、アーカイブド2009年7月9日。 アットザウェイバックマシン25セプテンバー2008ありがとうございます。